ルートビヒ・ズートハウスはドイツのオペラ歌手、ケルンで生まれる。ズートハウスの歌の才能は彼の石膏としての見習い時期に見出された。17歳の時、彼はケルン音楽舞踊大学で学ぶ機会が与えられた。彼の教師であったユリウス・レンツは当初は彼をバリトンだと見ていたが、ズートハウスに説得されてテノールとして育てることにした。1928年、 ずーっとハウスのデビューはアーヘンにおけるリハルト・アーグナー、ニュルンベルクのマイスター・ジンガー、バルター・ホン・シュトルツィングであった。彼は1932年から1942年までシュトットガルド国立劇場に出演していたが、ナチスに入党しなかったため、政治的に不適格と認定され解雇された。1941年から契約したベルリン国立歌劇場や、 1943年に出演したバイロイト音楽祭では、そのような認定はされなかったようで、再びマイスタージンガーたちとデビューし、以来、様々な役で定期的に出演した。彼は、残りの契約のために、ベルリンに留まったが、1949年に、現在のベルリンの東にある、国立歌劇場から、西のベルリンドイツオペラに移籍した。 また、世界中で客演を行った。例えば、ウィーン国立歌劇場、ロンドンのロイヤルオペラハウスコベントガーデン、ミラノのスカラザ、ミュンヘン国立歌劇場、ハンブルク国立歌劇場、パリオペラザ、サンフランシスコオペラなどである。ルートビヒズートハウスの墓、ルートビヒズートハウスは、指揮者のビルヘルムフルト・ベングラーの生涯最後の数年間において、 お気に入りのワーグナー歌手の一人であった。共演の録音は、トリスタント・イゾルで、ニーベルングの指輪、ジーク・フリート、ワルキューレである。ブルッセルでのワーグナー客演公演からの帰り道、ズートハウスは1960年10月末に、リンテルン近くのアウトバーンで重大な自動車事故に遭い、その結果、彼の歌手活動に終止符が打たれた。当時53歳。 ルートビヒズートハウスは1971年9月7日に第二の故郷ベルリンでわずか64歳で亡くなった。彼の墓はベルリンウエストエントの州立のヘール通り墓地にある。ズートハウスは教会音楽家でコンサートオルガニストのハンス・ヨア・ヒム出家の王子にあたる。ルートビヒズートハウスの声はラウリッツ・メルヒオールのような金属的な輝きや声のエネルギーはなかったが、 柔らかく、憂鬱な、心良い響きがあった。彼の活動期間中は、デンマーク人だけでなく、ギュンター・トレプトー、マックス・ロレンツ、ベルント・アルデンホフ、ラモン・ビナイなど、より強力な声を持つ、他のテノールの影に隠れがちであった。改めて振り返ってみると、彼は、声の文化度、強固さ、フレージング能力の点でこれらの四人を超えている。そのため、メルフィオールや、 ジョン・ビッカーズと並んで特にトリスタンで最も心を動かされる歌手として弾く日でも評価されている。ズットハウス・ベルン・ラクト・イン・ハンバーガー・アベンド・ブラッド・モンタグ・31・オクトバー 1960S12 ・アブジェロー・ハン・ AM18 ・オクトバー2019・ハンス・ユルゲン・メンデ・レキシー・コン・ベルリーナ・ビグラブ・ニズ・シタットン・ファレス・プラン・ベルリン2018 ISBN 978から3から 865142061S495 ビグロフィでコントセトロガニソンハンス、ヨアキム・シュトック・アウフセナー・エーゲネン・ウェブスイタ、アブジェローファン AM ・ AM27 ノーベンバー2014ありがとうございます。